各校がマークする優勝候補の筆頭九州学院。今月の国民スポーツ大会少年男子 5000m で5位入賞を果たした3年生の杉山いぶきと、夏のインターハイ 5000m で決勝に進んだ2年生の門馬壮大のダブルエースを軸に、分厚い選手層で連覇を狙います。一人一人が 100% の力を出して、宮古市では 100% 以上の力を出し切るっていうことを頭に入れて走りたいと思います。去年準優勝の快進は王座奪還に燃えています。1区から先頭を譲らず、もう最後まで先頭を守り切ってゴールテープを切りたいと思います。去年1区を任され区間賞に輝いたエースでキャプテンの増永一心を中心に、3年生主体の布陣が整いました。5年ぶりの都王子へ、最終学年の意地で勝負します。ここへ割って入ろうと目論むのが去年3位の千原台、一昨年の王者熊本工業、年々力をつけている慶成、今年から全国大会の出場枠が増加、毎年九州大会から南九州代表が選出されることになったため、県大会で3位以内に入り九州大会へ進むことの重要度が大きく増しました。憧れの都王子へ、あさって号砲です。